こんばんは。今日はストレスのことをちょっと考えてみたいと思うんですね。この昭和の夜更かしを始めて2回目にね、ピンクピクルスの一人の道というね、歌を紹介しました。円谷幸吉さんの衣装をもとにして作られた歌ですね。まあそう思っていたら、大坂なおみ選手がまあさまざまなやっぱりストレスがね、まあ一つの原因で、まあ、大会を棄権するというようなことをね発表しました。でまあいろんなことをまあ言う人はいるわけですけれども、ただ大坂選手のね、その抱えている問題っていうのは本人にしかわからない問題もあるので、まあ一般的にスポーツ選手は何だとかプロは何だとかね、そういうふうに、平均化してしまって考えることはちょっとできないと思うんですね。まあ考えてみると、前の東京オリンピックの時の円谷幸吉選手もそうだったんだと思います。やっぱりそのストレス、自分が精神的に背負っている重圧というのは、その一人一人違うものなんですね。まあ私はたまたま産業カウンセラーの、資格を取りまして、まあ仕事の話や、まあ、進学やね、就職などもありますけれども、いろんな相談を、まあ、普段受けているんですけれど、ストレスというものをよく考えるとね、まあ、今その感じている、あるいはまあはっきりとわからないけれども抱えている重荷がストレスなわけなんですけれども、それはね今だけの問題じゃないんですよね、やっぱりね。で例えば仕事のストレスっていうと、その今職場にある人間関係の問題とか、あるいは転職であるとかね、あるいは、そうですね、新しく就職したいんだけれど、したんだけれどもそこが合わない感じがするとか、まあ、いろんな問題がそこにはあるわけなんですが、で掘り下げてみるとね、そういう今直面しているような問題が一つの重荷になってくるのは、まあ、自分が昔から抱えている問題の上にそうした今の問題が重なってね、それが大きな重圧になっているっていうことも結構あるんですね。まあですから、例えば今の問題は、まあ例えば仕事を、辞めたいという場合ね、でもちろん仕事を辞めたいという場合に辞めればいいんですけれども、ただそれだけで問題が解決するかっていうと、そうでもないようにも思うんですね。だからその仕事を辞めたいという場合に、なんでそれが悩みになるかっていうと、辞めようにも辞められないからっていうのが一つはあるわけですよね。そしてまあもう一つは、そうやって何か今問題を抱えている人の話をよく聞きますとね、その問題は今生じてきたというよりもずっと昔からあったっていうことも多いんですね。でそういう時に、まあ、私が伺う話のメインはですね、やはり思い出なんですね。で思い出すことっていうのが結構大事だと思っています。でまあ、こうやってずっと私お話をしてきてですね、思い出の話をずっとしてるんですね。昔こうだったっていう。でこれはまあ懐古趣味といえば懐古趣味なんですが、それだけじゃなくてですね、まあ私たちが今ここに生きていること、そしてもっと大きな枠組みで言えばね、日本の社会というのが今こういう状態であることは、一体なんでこうなったのか、どこからこれが始まったのかっていうことは、思い出しということがやはり必要だと思うんですね。で個人で言えばね、
子供の頃何をしたか、何が楽しかったか、何が悲しかったか、そして家族とのね関係は果たしてどうだったか、そういうようなことが非常に重要だと思うんです。ただね、それを例えばいわゆる精神分析家がやるみたいに、これが原因でこれが起こるとかね、根源的にはそのこういう性的衝動があるとかということではなくてですね、やはり、人間はそういう一つ一つの小さな思い出の積み重ねによって、まあ、自分の人生のストーリーであるとか、あるいは自分の人格の全体像であるとか、そういうものを組み立てていると思うんですね。ですからちょっと思い出してみることがとても重要だと思っています。まあ、その時に、まあ、私がよくね使っているのは例えば絵なんですね。で、一枚の絵から何を思い出すか、これもねちょっとこの間横尾忠則さんの、ようこそ先輩の授業をね、自分のその好きな風景を思い出して描いてみる、で描くと全然実際の風景とは違うんだけれども、しかしな、並べてみるとね、現実のリアルな風景よりも思い出した風景の方が良くなるっていうあれですね。でそういうふうに我々は思い出すとね、やっぱり新しい発見があると思うんですね。そしてまた年を取れば取るほどそうなんですけれども、思い出すっていうことが少なくなっていく、まあ忘れていくんですね。で、まあ嫌な経験なんてなかなか忘れられないんですけどね、でも嫌な経験ばっかりで生きてきたわけではないので、思い出していくとね、まあその大きな出来事の合間合間にね、小さな出来事がたくさんあるってことが実は大事ではないかと思います。まあ私がねここで話しているのはテレビ番組とかラジオの番組とか、初めて見た映画とかね、そういうことを言ってるわけなんですけれども、これはねやっぱり一人一人にとって別の思い出があるわけなので、そうやって思い出していくとね、なぜかその自分自身は何だったのかっていうことがもう一度改めて見出されるような気がするんですね。まあ、だからストレスを感じている人ほどちょっとこういうふうに思い出すっていうことをやってみたらどうかなっていうふうに普段思っています。まあ、この話はまたもうちょっと続けてお話をしていこうと思います。